続いてはハッチューン。ビッグバンの系譜を受け継ぐ韓国の7人組ボーイズグループアイコンが初登場。本日のホットチューンゲストはアイコンの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私実はですね、1年目でしてうまく進行ができるか不安なんですが、皆さん本当に今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。怖いですね。はい、怖いです。先輩たちにちょっと教えてもらいながらインタビューをしていきたいなと思います。ちょっとジェイさんすっごい日本語上手ですよね。もう勉強してます。どうやって勉強されてるんですか？こんな感じで話したりしながら、はい、自然に。日本で過ごすのには苦労しないぐらい皆さんは喋ることは、みんなできますよ。みんな聞くことはよくできます。聞くことはできる。聞くことはできます。恋に落ちた待望のセカンドアルバムリターン、そのタイトルに込めた意味とは。リターンいらぬ앨범은이제이제그말그대로리턴돌아가다팬들에게돌아간다라는의미도있고이제아이콘이있어야할곳으로돌아간다라는뭐그런의미가내포되어있으며이제수록되어있는곡들이굉장히좀서정적이고달콤한노래들로구성되어있기때문에한편의연애소설을보는듯한그런앨범입니다리턴의聞きどころはどこ？リターン全体的に聞いたら多分青春を感じれると思う。一番今までなんか出したアルバムの中で一番青春的なアルバムじゃないかなって思ってます。そうなんですね。僕たちの若さをお見せするアルバムだと思います。日本語の歌詞で歌う時って相当難しいんじゃないかなって思うんですが、レコーディングする時、はい、なんか「つ」発音が難しいんですけど、はい、難しかったんですけど、すね、今は完璧です。つが図は中になって、はい、そうですね。なるほど。韓国人はちょっと難しい発音ですよ。つが、はい、ありがとうございます。ございますとかございますですよね。ちょっとこうなる感じありますね。残念ですね。残念ですね。皆さんどうやって克服されてきたんですか？それをレコーディングをやりながら、はい、日本のスタッフさんがこれ違いますよって言われて、違いますよ、ツーですよ。結構厳しいですね。毎日ツーツーツーって言いながら、でもボーカルよりはラッパーが歌詞も多いんじゃないですか、ラップ、はい、だからちょっと難しいかなと思ってますね。どうですか？難しいです。難しいですか？やっぱりレコーディングは大丈夫ですけど、はい、覚えるのが、はい、無理です。現在ジャパンツアー中のアイコン、そのライブの魅力とは。1年ぶりでしたけど、ファンの皆さんたちが僕たちの音楽とかステージを見に来るのがなんかすごく感謝します。で、僕も個人的に日本でやるコンサートをめっちゃ好きです。いつもなんか素敵な反応をしてくれて、はい、僕たちはコンサートやるたびになんか元気になる感じっていうか、はい、魅力はやっぱり MC の時間だと思います。そうですね。2人が日本語は一番上手だから、はい、2人のアドリブの MC 時間が本当に面白いですけど、最近はラッパーたちの MC 時間がなんか面白いです。2人だけのなんか MC 時間があるけど、その時完全にアドリブでなんかもうバカなことだけど面白いですよ。だね、バビとビアイの合わせてバビアイっていう、バビアイ、バビアイのコンビがいいです。そうですね。あのライブはやっぱり見てみないと魅力はわからないと思います。見たことないでしょ？ぜひ行かせてください。ひどいな皆さんぜひ遊びに来てください。ぜひ JE 見に来てください。あ親父ギャグでした。出せ日本に来たら皆さん絶対これはするってことはありますか？ドンキホーテでしょ。ドンキホーテ、おドンキホーテに行かれるんですか？はい、ドンキホーテには
ないものはないから、そうですね、服からなんか食べ物まで、そうですね、お酒もあるよ、そうですね、ドン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 キードンキーホーテードンキーのなんか CM 入りました今。ファンの皆さんに最後にメッセージをお願いします。아이콘팬분들을비롯해서지금이걸보고계신많은분들께감사하다는인사를드리고싶고요그리고저희앞으로의많은활동기대해주시고그리고특별히이제앞으로나올저희의리턴앨범많이사랑해주시고많은 분들이그냥부담없이즐기면서들어주셨으면좋겠습니다아이시대로요ジャパンツアーもいよいよ終盤、残すは日本武道館と京セラドーム大阪、それぞれ 2days。 ビッグバンの系譜を継ぐモンスターグループアイコンに会いに行こう。